中国やら韓国やらは海に放出しているのと同じもの以下ですから、それで私ども科学的根拠に基づいてもうちょっと早くやったなと僕は思ってましたけど、いずれにしてもこういうことをやられることになったんで、別に水飲んでもなんちゅうことはないそうですから、どんどんまたタンクを増やしていくっていう経費が減るようなことにはなると思いますけどね。